みなとくん。ジンバ、みなとくん。起きてください。君のお父さん、エイジさんから電話が入っていますよ。もしもし、父さん。ミナトか。こんな夜更けに電話するだなんて、下宿の大家さんに迷惑じゃないか。すまないな。しかし急を要することだ。はぁ、一体何事なんだよ。キヌさんが、お前のおばあさんが倒れたと診療所から連絡があった。私も仕事で知らせを受けるのが遅れてしまったんだ。詳しい容体はわからない。明日の朝一、お前と私でその診療所へ。何言ってるんだよ。母さんの実の娘の葬式にすら顔出さなかった人の見舞いに行くのか。俺の知ったことじゃない。ミナト、お前がキヌさんをよく思っていないことは承知だ。ユイの葬式の一件もあって、私も10年以上疎遠にしていた。だがキヌさんにはもう親族はお前と私だけだ。ましてや血のつながっているのはお前一人。明日一ノ瀬診療所で落ち合おう。分かったよ、父さん。深山絹さんのご家族ですね。はい。昨日庭先で倒れている姿を配達員に発見され、当院へ運び込まれました。絹さんの容体についてですが、意識がなくあまり芳しくありません。僻地ということもあり、当院では満足な検査もできませんし、現状は証拠を保っていますので大病院への転院をお勧めしますが。そうですか、わかりました。ミナト、お前は一足先にキヌさんの家に行って休んでいなさい。鍵を渡しておこう。キヌさんが持っていたものだ。私はキヌさんの転院を済ませてから車でお前を迎えに行くとしよう。ここまで来れば、キヌさんの家はもうすぐだ。キヌさんの家はこっちじゃない。
父さんと母さんに連れられてじいちゃんの弔問に来て以来だな。この家に来たのはその時一度きりだが、あまり変わっていない気がする。あれから10年以上経つのか。父さんから鍵を預かってきたはず。いろいろあってもうクタクタだ。昨日からろくに寝ていないし、父さんが迎えに来るまでどこかで休もう。ここでならゆっくり休めそうだ。昨日おばあちゃん、それは何？これはお蚕様だよ。お蚕様はね、それは大事に大事に育てる。暖かい部屋でお腹いっぱい桑の葉を食べさせてあげるのよ。そうして綺麗な繭を作ったら茹でて殺して糸を取るの。かわいそうだと思うのかい？たとえ繭を出られてももう口はないし、飛ぶこともできない。卵を産んで死んでしまう。人がそういう虫にしてしまったのよ。嫌な夢だった。母さんの夢なんて随分見ていなかったのに。すっかり日が暮れたな。とりあえず明かりをつけるか。
倉庫直送テレビショッピング。今日はどなたでも簡単に見つけて人気者になれる商品をご紹介しましょう。それがこちら、猫大集合室です。方はとっても簡単です。手でグリップをしっかり振るだけ。言いましてた、あの子も玄関の方だ。父さんか。お待ちしております。倉庫直送テレビショッピング。今日はどなたでも簡単にモテモテ人気者になれる商品をご紹介しましょう。それがこちら、猫大集合室です。使い方はとっても簡単です。手でグリップをしっかりと握る、振るだけ。言いましてた、あの子も。ルブナーの子も大きいの子まで。ご意向さま。水の高く1個9万8000円のところ、今だけなんとにコテストでお値段変わらず9万8000円でのご提供です。両手に花ならぬ両手に向こうをご体験ください。お申し込みは東京 03XXX。じいちゃん、ちゃんと俺に返事を、この返事を出すま。倉庫直送テレビショッピング。今日はどなたでも簡単にモテモテ人気者になれる商品をご紹介しましょう。確か昔来た時もこの部屋には入れてもらえなかった。わい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 。東京 03XX。あの子まで。ご意向下ですね。水の高く1個9万8000円のところ。父さん？
もしもし。ミナト、私だ。なんだ、父さんか。そのことなんだが、今夜は帰れそうもない。今、転院先の病院からかけているんだが、どうにも厄介なことになってきた。先ほどまで警察と話をしていたんだよ。警察？なんで警察なんかと。キヌさんが倒れた原因が病気や事故ではないかもしれないということだ。転院先の医者がキヌさんの首に絞められたような跡を見つけてな。それじゃあの人は誰かに襲われたせいで。まだそうと決まったわけじゃない。決まったわけじゃないが、用心するに越したことはないだろう。ミナト、一人で大丈夫か？当たり前だろ。子供じゃあるまいし。そうか。ミナト。ああ。喉が渇いた。台所で水でも飲もう。